パスタ。パスタは日本語の麺類とほぼ同義の概念を持つイタリア語でスパゲッティ、ペンネ、ラザニアなどを含むイタリア料理の主要な要素の一つ。主な原料は小麦粉、特にデュラム小麦で他に水、塩、鶏卵などが用いられる。パスタは大きく分けると2種類に分類できスパゲッティに代表される麺状のロングパスタと マカロニに代表される小型のショートパスタがある。他に、団子状や板状のものもある。イタリアには、地方独特のものも含め650種類ものパスタがあると言われており、毎年のように新しい種類が発表されている。乾燥パスタが多く市販されているが、家庭で生パスタを手打ちすることもできる。イタリア語はいくつかの異なる意味を持っている。いずれも、 ペースト、パテや、英語、ペーストリー、フランス語、パティスリー、イタリア語、パスティッチェリーアなどと同語源を持ち、ゾクラテ語のパスタ。生地、練り物に由来するものである。日本語や英語などでの用法は、蒸気1に近く、加えて1のパスタを使ったパスタ料理を単にパスタと呼ぶことも多い。本校ではこれらの用法に基づいて解説している。 なお、類語として、パスタシッタ、があり、蒸気一とほぼ同じ意味で使われたり、乾燥パスタの別名などとされることがあるが、これは本来、スープパスタ以外のパスタ料理を指す言葉でや、スープパスタ、パスタインブロードが、最も一般的なパスタの献立てであった時代に、パスタをスープに入れる代わりにソースをかけて食べる食べ方を、明治的に、パスタ知った、かわいい。 パスタパスタと呼んで区別した名残なのだという。イタリア半島におけるパスタの歴史は大変古い。チェルベーテリにある紀元前4世紀のエトルリア人の遺跡からは、現在のものとほぼ同じ形態のパスタを作る道具が出土している。古代ローマ時代にはラガーナ、ラガーナというパスタがあったが、現在のように茹でて食べるものではなく、焼いたり揚げたりして食べた。その後パスタは肉、 ミルクなどと共に茹でられて食べられていた。千年頃からチーズと共に食べられ、十三世紀の新生ローマ皇帝フリードリヒ二世が砂糖をかけて食したのをはじめ、金持ちはシナモンなどの香辛料をかけていた。現在と同じような食べ方をしていることを記録している最古の書物は、1224年8月2日付のジェノバの構成上書、ベルガモの医師、ルッツェーノが 患者の羊毛商品没層に当てた文章である。現在見られるような乾燥パスタが普及したのは16世紀半ばにナポリで飢饉に備えるために保存食が必要になったことがきっかけであったとされる。だが同時にこの普及は民衆にパスタを日常的に食べる機会を与えたともいい、それまで打ち立ての麺のうまさを味わえた富裕層以外にも ご馳走としてではなく賞味できるようになった。18世紀初めまでは、スパゲッティは民衆の食べ物で、チーズだけをかけて手でつかみ、頭上にかざして下から食べるものであった。1770年代、庶民の風俗を深く愛したナポリ国王フェルディナンド2世が、宮廷で毎日スパゲッティを供することを命じ、この時にスパゲッティを日によく食べるため、 絡みやすいように先が4本のフォークが考案されたと言われる。1554年、医者であるアンドレア・マッテイ・ウォールがトマトを使ったソースを作る試みをした。17世紀末、料理人、アントニオ・ラティーニのスペイン風、トマトソースがきっかけとなり、パスタをトマトソースで食べる食べ方が普及した。1995年10月25日に、 イタリア・ローマで第一回世界パスタ会議が開催されたことを記念して毎年10月25日が世界パスタデーに制定された EU やイタリアパスタ製造業者連合会などが合同でパスタの販売促進キャンペーンを行っているイタリア料理の生産アンティパスト前菜プリモピアット第一の皿サコンドピアット第二の皿ドルチェデザート コーヒー、またはグラッパを順番に食すでは、主催であるサコンドピアットの肉料理や魚料理の前に、プリモピアット、第一の皿、プリモピアットとして供する。日本人の視点から見ると、パスタは前菜なので、パスタだけを注文するとはできないと言われることがあるが、イタリア人にとっても、イタリアのフルコースは、量が多すぎるため、生産のうちの一部の料理、サコンドピアットと、 パンで食事を済ませることは一般的であ。従ってパスタだけを注文することもよほど高級なレストランでない限り問題ない。アメリカ合衆国とイギリスではマカロニチーズがよく食べられており食堂やスーパーマーケットの惣菜コーナーで提供されているほか様々なインスタント食品としても売られていい。またアメリカのスパゲッティウィズミートボールも世界的に有名である。 アングロアメリカでは茹でたショートパスタとイクノナをサラダドレッシングであえたパスタサラダも人気がある。パスタ料理を専門としたレストランチェーンもあり、ショッピングモールやレストエリアのフードコートでもよく見られる。日本では幕末に外国人居留地で食べられ始め、1883年頃にフランス人のマルク・マリード・ロシンプが長崎市で製造したのが始まりである。 1955年、日本マカロニ、ママカローニの設立、オーマイブランド、日本製粉の発売により、日本での本格生産が始まった。これを後押しし、日本のパスタ普及に貢献したのが、スパゲッティナポリタンの流行である。1970年代には、ファミリーレストランのメニューとしても登場し、1980年代には、イタリア人やイタリアで修行してきた日本人により、 本格的なイタリアンレストランが開業され、1990年代には、炒しの流行が起きた。本来のイタリア料理としてだけでなく、イタリアン、梅しそや、タラコ、納豆や刻み海苔など、日本独自の味付けによるスパゲッティ料理も数多く存在し、スパゲッティ屋や,やパスタハウスと呼ばれるレストランもある。肉料理や、弁当などに、スパゲッティや、マカロニサラダが、 付け合わせととしして添えられることも、珍しくない。各国では、レトルト食品や瓶詰め、缶詰のソースが売られており、簡便に食事が取れることから、米やパンに代わる主食として、パスタが広く普及している。主な原料は小麦粉であり、中でも、デュラム小麦の背盛りな、挽き粉を使ったものが最も良いとされる。デュラム小麦は、ガラス質と呼ばれる。 半透明の硬い胚乳が特徴で、パンやうどんなどに適した小麦とは性質が異なっている。基本的にはこのドラムセモリナコに水、塩などの材料を入れて混ぜ合わせ、空気を抜くようにこね上げる。生パスタは日本の麺類と同じように仕上げるが、乾燥パスタの場合は成形する機械の中にこねた材料を入れ、できるだけ空気を抜きながら押し出すように成形し、 そのまま乾燥させる。なお、イタリアにおいては法律によって乾燥パスタはデュラムセモリナコと水で作ることをパスタ生産者に義務付けている。生パスタは普通小麦の小麦粉を使って作られることが多い。風味もしくは彩りを持たせるために生地にイカスミ、唐辛子、ほうれん草、トマトなどを練り込む場合もある。生パスタには鶏卵が入ることが多い。 ロンバルニア州バルテリーナには、そば粉を使用したピッツォッケリと呼ばれるパスタが存在する。その他、米粉を原料としたパスタも作られている。小麦が入ったパスタを食べることができないセリアック病の人が食べられる数少ないパスタである。パスタの主な栄養素は炭水化物、糖質であるため、糖質制限ダイエットなどにおいて、目の敵にされがちであった。だが2018年、 カナダトロントのの研究チームにより、実際には GI 値の低い食品であり、たとえ生白小麦を原料に使用している場合でも、パスタは他の生白小麦食品と比べて平均的にビタミンやミネラルなどの微量栄養素の含有量が多いことや、全粒を使用したものでも GI 値には通常のものと大きな違いがないことが明らかとなった。これにより、同じ炭水化物でも、 白米やバンとは違う特徴があることが解明されることとなり、研究チームは論文で炭水化物は太るという情報が氾濫しているだけに、この研究結果は重要だ。こうした情報は毎日の食卓に影響を及ぼしており、炭水化物、特にパスタの消費量は最近になって減少する傾向にあった、と記している。また、研究論文の筆頭筆者で、 同病院の臨床栄養リスク緩和センターに所属する臨床科学者のジョン・シーベン・パイパーは太ると敬遠されるパスタは実際は定時愛食として健康的な食事のメニューに加えて良さそうだとコメントしており研究の結果においてはパスタを食べても太ることはないとある程度の確証を持って言うことができると述べている同研究結果は学術誌に掲載された パスタはソースと組み合わせて食べる。いかにその主な種類、パスタとソースには相性があり、例えばナポリではスパゲッティ、ベルミチェッはトマトソースやミリトソースとリングイーには魚介類と合わせることが多い。日本ではタラコ、納豆、梅、キノコなどを使った和風のソースも数多くあり、軽食として強されてきたナポリタンもまた日本独特のものである。 カンパーニア地方では、豆、インゲン豆、レンズ豆、ヒヨコ豆、グリーンピース、ジャガイモ、カボチャなどをパスタと煮たスープがよく作られる。スープに入れたパスタは柔らかくなるまで煮込むのが普通で、アルデンテの状態で食べることは、まずない。スープに入れるパスタの形状は、感情のパスタ、幅広のパスタ、パスタミスタ、オッタバーミチェリ、または、カペッリーニなど様々である。 具によって好まれるパスタの種類が異なり、例えば豆の入ったスープでは豆が中に入るような感情のパスタが特に好まれるが、スープに入れるパスタの種類は地域によっても異なる。パスタを使ったミネストラはイタリアの他の地域にも存在する。インゲン豆とパスタのミネストラはその最も一般的なものである。また、トスカーナ州ルッカ県では、オッタ、ラザーニエ、 じゃがいも、トマトを煮込んだミネストラが作られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。